もう奥抜きが抜け出して追い越した矢島慎也、中入れて川田のヘディングシュート、2点目大宮電光石火。まだ前半は11分が経過したところです。川田はこのリーグ後半戦最初のゴールということになりました。大宮が前節首位の横浜 FC を倒した勢いそのままに、今度は3位の仙台を撃破しようとしています。まあ、このセカンドボールからですよね。大宮はしっかりここまず背後を取れたことですよね。まあ、その中で大貫選手が時間をここで作るんですよね。まあ、その中で矢島選手ですかね、このクロスの精度も素晴らしかったですし、